シグナルはまだ赤だ。ベルガー我慢できず動き出す。フライングだった。動揺するベルガー。しかしレース続行。第一コーナーからセナがトップに立った。ベルガーはフライングを感じて一瞬躊躇。最低のスタートミスになってしまった。審判団は規則通り1分のペナルティを課した旨をマクラレンピットに連絡してきた。ベルガーの耳にロン・デニスの声。ペナルティだ、1分だぞ。20周目、ブーセン姿勢を乱す。何の罪もないラリーニを道連れにジ・エンドとなる。フロスト無理を避けアクセルオフ。ブーセン濡れたラインで無理をした。それだけの違いである。同情の余地なし。フランクはこの時ブーセンに見切りをつけたという。信じていいよ、もうあんな過ちはしないよ。ブーセンは謝る。6位まで上がったパトレーゼもリアブレーキのトラブルでリタイア。気してしまうほど今のアレジはスターだ。しかし工事魔王氏、レコードラインは乾いていたがブーツェンやナニーニがウェットの面で足を救われている。ナニーニが突っ込んでいた同じコーナーでアレジはコントロールを失い、まるでカーリングのストーンのように正確にベネトン B190 を粉々に砕きに行くのであった。プロストはブレーキがフェード気味でピケに追われた。2台は事実上2位と3位。49周目、あっさりと先に行かせた。ベネトンに移籍したピケは豊富な知識で B190 を熟成させていく。その陰にはマクラーレン、フェラーリの今を作ったジョン・バーナードがいる。ベネトンの頂上作戦を見る思いだ。ジル・ビルヌーブサーキットでカーナンバー27セナ優勝。27はビルヌーブ思い出のナンバー。1990年のカナダグランプリポール・クービン・セナ完勝です。今結果を受けました。今シーズン3勝目。5戦中3勝、効率の良いシーズンになりそうだった。鈴木アグリは12位、初完走。5戦目にしてエスポラルース、ランボルギーニの信頼性は上がってきた。セナ90年キングの道をひた走るか。今年こそゼッケン27がチャンピオンになると語る。ベルガー4位。2位ピケ、3位はマンセル。ベテラン2人がセナに続いた。